オットー・ホフマンオットー・ホフマンは、ナチス・ドイツ親衛隊の将軍。親衛隊の中にある本部の一つ親衛隊人種、及び移住本部の本部長だった人物。万税会議の出席者としても知られる。最終階級は、親衛隊大将及び武装親衛隊大将及び警察大将。オーストリア・ハンガリー帝国のインスブルック出身。 第一次世界大戦中の1914年8月にバイエルン王国陸軍の砲兵隊に入隊し、西部戦線、東部戦線両方に従軍した。1917年3月には中尉に昇進すると、共にパイロットに転身した。1917年6月にルーマニアで負傷した。一時ロシア軍の捕虜となったが、脱走に成功している。 第一次世界大戦中に一級鉄十字章及び二級鉄十字章を受賞した。第一次世界大戦敗戦後の1919 19年に義勇軍に参加。戦後はワイン賞をして生計を立てた。1929年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1931年12月17日に新衛隊に入隊。 1932年から1934年にかけて、新衛隊の行政区画を点々とした、新衛隊集団、南方、新衛隊集団、北西。1934年から1935年にかけては、第 21SS 連隊や第 28SS 連隊の司令官となり、1935年5月から1937年1月にかけて、 第15親衛隊地区の司令官となる。1937年1月から親衛隊人種及び移住本部に勤務。親衛隊上級地区、西方に人種専門家の将校として勤務した。1939年2月にルシアに戻り人種審査部門の部長となる。さらに1939年8月からケース部門の部長となる。 1940年7月、新鋭大賞賞の時に、ギュンター・パンケに代わって、ルシャの本部長に就任。1943年4月20日まで在職した。この間の1942年1月には、ラインハルト・ハイドリヒの主催した万税会議に出席している。退任後の1943年4月から、敗戦までにかけて、新鋭大上級地区、 南西司令官や南西新衛隊及び警察高級指導者に就任した。1943年6月に新衛隊大将に昇進。戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ、ルシャ裁判にかけられ、懲役25年の刑を受けた。しかし1954年には釈放された。1982年にバート・メルゲントハイムで死去した。 新衛隊集団は新衛隊上級地区の前身である。ありがとうございます。